皆さんこんにちは。今日は4月から小学生になるみんなと一緒に交通安全のお勉強をしたいと思います。早速みんなと一緒にお勉強してくれるお友達を呼ぶね。この波形部おいで。何々、今日は何をするかって、今日はね、交通安全のお勉強をしながら交通安全クイズに挑戦してもらうよ。みんな準備はいいかな？じゃあまずクイズの前に、みんなは道路を渡るとき何に気をつけてるかな？はい、この波形部。そうだね、飛び出しはダメだよね。道路を渡る前に必ずしっかり止まって手を挙げます。そして右、左、右、そして後ろを見ましょう。後ろから車が来ていないかしっかり見ようね。次は信号のお約束だよ。赤色は止まれだね。横断歩道ギリギリで待つのではなくて、少し離れたところで待っていれば車が曲がってきても安全だよ。青色は渡るではなくて、渡ってもいいよって覚えてね。青信号でもすぐに渡るんじゃなくて、車が来ていないか周りを見てから渡ろうね。黄色はもうすぐ赤信号に変わるから、赤色と同じで止まれだよ。横断歩道から少し離れて待ちましょう。それでは信号のお約束から交通安全クイズを出すよ。道路を渡るとき、青色の信号が点滅チカチカしています。どうしますか？1、急いで渡る。2、渡らないで止まる。みんなはどっちだと思う？正解はこの波形部に教えてもらいましょう。正解はじゃん、そう、2番、渡らないで止まるです。青色がチカチカしていたら黄色の信号と同じで渡ってはいけません。必ず止まりましょう。じゃあ次のクイズだよ。次は自転車に乗るときに大切なことだよ。自転車に乗るとき被るものは何？1、ヘルメット。2、麦わら帽子。では正解をこの波形部に教えてもらいましょう。正解はじゃん、そう、1番ヘルメットですね。ヘルメットは大切な頭を守るために、自転車に乗るときは必ず被りましょう。顎ひもをカチッとすることも忘れずにね。じゃあ次の問題だよ。車に乗るときに守ってほしいことだよ。シートベルトはどこの席に座る人がつければいい？1番運転する人、2番車に乗る人、みんな。みんな分かったかな？じゃあこの波形部正解をお願いします。じゃん、そう、答えは2番ですね。シートベルトは車に乗る人みんながしなければいけません。車に乗るときもカチッとシートベルトをしましょう。みんなはもうすぐ1年生だね。小学生になると今までとは違って、自分一人だけで学校から家まで帰ることがあります。その時に道路を渡るときはどうしたらいいかな、信号のお約束は何だったかなと自分で考えて行動しなければいけません。学んだ交通ルールを忘れずに、しっかり守って楽しい小学校生活を送ってくださいね。バイバーイ。